杉山さん、お願いします。はい、東関東自動車道と千葉県の県用道路が故障車と事故のため渋滞しています。東関東自動車道の下り線は湾岸市川インターに乗用車が故障して止まっているため、首都高速道路湾岸線東行きの千鳥町まで3キロ渋滞しています。首都高速道路の葛西ジャンクションから宮城ジャンクションまでの所要時間は30分です。千葉県の京葉道路の上り線は貝塚インターで事故のため5キロ渋滞しています。さらにその先の花輪インターで4キロの渋滞です。東京外環道の三郷三郷方面に向かう内回りは市川北インターで7キロ渋滞しています。一般道路では千葉県の有機野田線の野田市八津でクレーン車と自転車の事故のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。国道357号線の東京方面からの東行きは船橋市日の出で3キロ近く渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の千葉方面に向かう東行きの有明ジャンクションにバースト片が散乱しているため東海ジャンクション付近まで断続的に7キロ渋滞しています。この後も安全運転を続けください。日本道路交通情報センターからお伝えしました。杉山さん、ありがとうございました。JFMのトラフィックアップデート、次は6時18分頃お伝えします。